竹駒神社のドンと、祭りドンと、祭りは、宮城県を中心に呼ばれる祭りの故障である。他地域で、詐欺町やドンと焼きなどと呼ばれる祭りに類似する。神社の境内などで正月飾りを焼き、ご神家にあたることで一年の無病息災、家内安全を祈願する祭り。特に、宮城県内各地の神社で盛んに行われており、仙台市の大崎八幡宮の、 松粉祭が宮城県最大規模である。宮城県の多くの地域では正正月の前日の1月14日、夕方から行われるが、岩手県の森岡八幡宮では1月15日に行われ、福島県の西根神社では、嘘かえ祭りと一緒になって、数日間開催される。また、宮城県石巻市では1月7日に行われる。石巻の場合は、 新生活運動により1970年代に前倒しが定着したものとされる。松の内が終わると漁が始まるため、石巻漁港に特定第三種漁港に指定を要する同士では、新生活運動が歌う合理的民主的な生活慣習の確立に従って、松の内を県内た地域より短縮した。参拝者の一部は裸参りを実施している。 宮城県内各地の裸参りは、大崎八幡宮における裸参りと、おおむね同様の装束、方式で実施しているが、道県登米市波間町、津島神社の佐沼丼と、祭り裸参りでは、提灯ではなく、松明を持って参拝し、道県角田市の角田丼と祭り裸参りでは、鳥酔い棒を持って、やあ、ほいほいほいの掛け声とともに街中を練り歩き、 森岡八幡宮では、神のハサミを持って、特徴的なふりをしながら行進するなど、地域によって一部違いがある。神社で行われるのが、一般的だが、神仏根香の中、山鳥滝不動村、あるいは、定義如来や仙台大観音などの寺でも、行われており、白山神社の別当寺の立場にある、道の区国分寺では、裸参りも実施される。また、 岩手県欧州市江差市区では、大通公園で、釜石市大辺りでは、甲子川河川敷で開催するなど、神社、寺以外での開催例もある。さらに、宮城県登米市では、石越総合運動公園で、石越ンと、祭り冬の花火大会が実施されており、イベント性が高い。松粉砕の日の大崎八幡宮仙台市。 都心部北側の北山丘陵西部にある大崎八幡宮で行われる年中行事で300年の歴史があるとされ2005年に仙台市の無形民族文化財に指定された市内各地から当社を目指して歩く裸参りが特に有名である例年約10万人の人出で賑わい神社前の国道48号と接続道路は 交通規制がなされ、バスやタクシー以外の侵入ができなくなる。また、市内各地から参拝用のバスの特別運行がなされる。以前は20万人程度の人手があったとされるが、仙台都市圏の拡大や郊外居住者の増大により、人混みを嫌った参拝客が他の最寄りの神社のドンと祭りに流れるようになったこと、また、 成人の日が1月15日ではなくなったことにより、その前夜のお祭りの意味もあったど、んと祭りに参拝しづらくなったことなどが原因となり、大崎八幡宮への参拝客は減ってきた。御人家にあたる、裸参りの参加者仙台藩内に来て、日本酒の醸造をしていた、南部当時が、醸造安全、銀城祈願のために参拝したのが、始まりとされる。白鉢巻。 白晒しを巻き、白たび、わらじの装束に身を包み、氷水で水ごりをした後、神に生きかけないためとして、含み神と呼ばれる神を口に加えたまま、右手には金を、左手にちょを持って、徒歩で参拝し、御神家を渡り、火に当たる。低温の中での裸参りは、健康を害する、可能性があるため、 参加団体では裸参り前に健康診断を行う例も見られる。また、女性は一枚羽織ることが許されている。暖かい国から来た外国人留学生の場合も服装の規定は緩い。例年100団体前後が参加しており、地元企業の有志などが団体で100前後参加する。そのため当日の夕方頃になると、 一番町や中央通りなどの中心部商店街を歩いている裸参りの列を多数目撃する。ありがとうございます。